ほどですね、はい、松山総理が辞任を決めたため、はい、それと同時にですね、はい、小沢幹事長の役職を、まあ、辞めるように、はい、そういう話になったんですが、はい、お受け止めをお願いいたします。はい、当然のことだと思います。むしろ遅いくらいであります。我々が内閣審議案あるいは参議院で問責決議案を出そうとこういう動きに追い詰められた上での辞任の表明だと思います。政権交代後ほとんど見るべき成果は具体的には挙げてきませんでした。そして、理由にも挙げてます通り政治と金、さらには普天間の問題、これらは当初から抱えていた問題でありますがこれについても全く成果を挙げられずに、今日の辞任だったということだと思います。特に政治と金の問題については鳩山さんについても小沢さんについても付きまとってきた課題、本人たちが何らの責任を取らなかったということでありますから役職を辞任するだけではなく小林議員にも責めを問うということは議員を辞めなさいということでありますからこれは鳩山さんや小沢さんやその他の政治と金の問題を抱える議員たちにも等しく当てはまることでありまして国民もそれを望む声が強いと思います。それと普天間の問題については、まあ、県外を望んできたこれから目指すといっても日米合意で辺野古を決めてしまったわけでありますからこれは非現実的であります。そして当初思ってきたけれども朝鮮半島の情勢によって考えが変わったとするならばもともとの認識が浅いということを露呈したに過ぎないということであります。これから必要なことはこれらについてどう道筋をつけるかということでありますがその見通しは今全く立っておりません。まず政治と金の問題についてはその自らが議員を辞めるこういうけじめをつけるその上で再クリーンな姿勢を示そうというのであれば再発防止策公明党が提案をしている監督責任の強化企業団体献金の禁止これについて真摯な議論をした上で成果を上げるそういう土俵作りをしっかりと進めるべきだと思います。もう一つ議員を辞める総理を辞めるということであればこれは国民にきちんとその信を問うべきであると自らがその国民に信を問うことなく表紙を変えるだけでは本当の民主政治ではないと批判を続けてきたわけです。民主党自身がこの参議院選挙を前にして同じようなことをやればこれは国民も全く愛想をつかすことは間違いないです。その意味できちんと国民に信を問うべきだと考えます。いずれにしても国民はこのマニフェスト詐欺ともいえる民主党のこれまでの在り方に失望しそして自民党にも期待が高まらず今本当に国民の声を聞いてくれる第三の勢力はどこかということに期待が集まっていると思います。公明党はその意味でこの国民の声を地域から受け止めてそれを実現する唯一の政治的存在であるとこの第三極のしっかりした立場を皆さんに理解していただけるように頑張りたいと思っております。まあこれでですね、はい、確かに大本社の表紙を変えたというところになっています。はい、まあ、代表選など今後の日程を考えますと、まあ、国会運営そしてその参院選の日程その他にですね、はい、こう及ぼすと思うんですが、はい、そのあたりについてはどういうことでしょうか。これは国民生活に重要な法案を抱えながら民主党の都合のみで一方的に国会の強硬な運営をやったかと思えばまた急に決まっていた日程をストップするとそして、残りの重要な会期を自らの代表選に費やすとということであればまさに、国会軽視そして国民不在のあり方だと思います。断じて許されることではないと思います。でそれに対して、立法府の議長の指導力も発揮されておりません。民主党のマリオネット議長に過ぎないという批判を浴びるようなことがないようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。参院選の影響についてはどういうことですか。これはもう連日も崩壊しそして、マニフェストもほとんど実現できずということでありますからその上で、その攻めを追ってやめるということでありますからこれは民主党に対してについては大きな打撃になる合わせて連立政権についても国民の厳しい審判が下るとこう確信をいたします。
今あの国民信用答弁とかいうような話がありますけども、はいはい、まあ、確認ちょっと、まあ、つまり衆の解散も視野に入れている、そういうことですね、それが筋だと思いますね。これ同日戦も視野に動くというか、それは我々は受けて立つ側であります。ただこの代表を変える、党首を変える総理が変わるということでありますから、それは民主党自身が否定してきたことでもありますので、国民の意見をきちんと信用を問うて、総理大臣にふさわしい人になるのが筋だということを申し上げているということです。ありがとうございました。はい、はい。